DS PDS。 Hey guys、 万歳京都ね、メガネ小僧です。すいません、どうもだってです。京都ね、別荘に来ております。イエイ。なんで来てるかというとね、だいぶねリフォームがね済んだんで、今日はねいろいろと紹介しようかなって思います。で、完成が1月ぐらいなんでね、でもそれよりも早く終わったらいいよね。はい。で、この前ね、あのキッチンとかトイレとか、あと洗面台、見に行きました。で、色も選びましたね。って感じで着実に進んでんで、リフォームするからにはすごい家にしようかなって思います。はい。まずはお風呂。お風呂はね、まだ何も変わってないんですけど、こっからモルタルとかなんかやるんじゃないですかね、わかんないですけど。で、結構ね広めなお風呂を買いました。こっちがねトイレですね。トイレね、まだ穴が開いてないんですけど、どっからね穴、あ、これかな、穴、あ、違うか。まあ、どっかに穴開けていくんじゃないですかね。でね、浄化槽ね、取り入れたんでね。これでボットンとは卒業ですよ。まだ一回もやってないんですけど。で、屋根も、このように、なんかを張る、板を張るらしいですね。板を張って、クロスを張るそうです。で、こんな感じになっておりまして、床はね、全面ちゃんとできております。これ水平かな？前傾いてたんでね。あー、なんかボールあればいいんですけどね、ボール。転がったら水平じゃないと思うんで、ちょっと確かめてみましょう。あ、大丈夫ですね。わー、はい、って感じで、ちょっと今度ね、ビー玉買ってみて、ちょっと転がしてみますか。で、こういう吹き抜けがね、僕は大好きなんですよね。こう、広々というか、なんか、わー、生きてるなーっていう、天国が見える感じがしていいですよね。このように、ちゃんと貼られております。いや、嬉しいですね。なんか、前の家がもう、廃墟すぎて、お前んち大化け屋敷ってね、言われるぐらいだったんでね。ほら、こっから見るとすごく広くないですか？だから、ポラとかね、こう、走り回れるかなと思って、まあ、平屋を選びましたね。2階建てとか3階建てだと、ポラが登れないんで、かわいそうだなと思ったんで。付け足しで、ちょっとここ、ロフトね、ロフトかロフトベッドみたいなの作ってきてるんです。で、ロフトって、の定義ってなんか屋根にあるのがロフトらしいんで、まあなんか、ロフトじゃないロフトを作ります。いや、作りたいなって今思ってて、今相談しようとしてるんですけど、どうですかね。で、この家ね、収納が全くないんですよ。前あった押し入れをね、全部破壊しちゃったんで、しまう場所がね、ないってことに気づいて、急遽ね、ロフトね、作りたいんですよね。どう思いますかね。いいと思いますよね。ロフトだったらさ、ポイポイってね、物を置けるかなって、あと見えないから、下から見えないからいいかなって、あとベッドにもなると思うんで、あとロフト大好きなんですよね。今まで住んできた家さ、ほとんどロフトじゃないですか。ロフトは男のロマンだと思うんで、ちょっと作りたいなって。で、庭なんですが、まあ、ここに重機があって、めっちゃね、デコボコしてますね。これ、治るのかわかんないですけど。ここにね、浄化槽がありますね。まあ、写真があると思うんですけど、超でかいんですよ。こんな感じで。で、なんか、半年に1回ぐらいは買えるらしいですね。まあ、家にどんぐらいいるかが重要だと思うんですけど。はい、って感じで、別荘のリフォームでした。思ったよりもね、早く進んでる気がしますね。で、いろいろね、まあ、要望とかね、ロフトとかね、いろいろやりたいことあるんですけど、なんか、アドバイスがあればね、今からならまだ間に合うと思うんで、アドバイスよろしくお願いします。今のところもここ壁なんですよね。ここがドアで壁で、もう一面ね、走り回れるような感じにしたいんですよね。はい、ワンフロア。まあ、別荘来たんで今日もね、草刈りやって聞きたいと思います。はい、もうやっていかないとね、全然進まないと思うんで。はい、って感じで前の続きをやってきてるんです。で、冬なんであんまね、伸びづらくなっております。まあ、そこら辺の枯れ草とかもね、全部あっちに運びたいと思います。3時半なんですけど、もう日が沈みそうですね。今日はね、ここ草を全面刈って、で、こっちでは廃材をね、全部あっちにまとめました。はい、って感じでね、順調にね、草刈りがね、できてると思います。まあ、耕し器で平らにして、なんか芝生ね、
植えたいと思います。多分土とかね、多分入れ替えたりとか多分した方がいいのかもしれないけど、なんかいろいろねアドバイスがあればお願いします。うおー、でなんかいつかね芝刈り正をね買いたいんで、知ってますか、なんか芝刈り機で乗るやつ、あれね買いたいんで、ちょっと芝生ね頑張ってね育てられたらいいかなって思ってます。じゃあね、アドバイス PDS 株式会社チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ、動画のグッドボタンもお願いしますよ。